カレーロイコールフィニッシュライカは、ロシア原産の、やや小さめの両犬用犬種である。カレーリスカヤとも言う。フィニッシュスピッツのロシア版の犬種であり、同一の犬種とみなす場合もある。フィンランドとロシアそれぞれのケネルクラブである、フィンランドケネルクラブとロシア見学連合は、2006年に本種とフィニッシュスピッツを同種とすることで合意した。もともとは、 フィニッシュスピッツと同一の犬種である。ロシア革命の後にカレリア地方のロシア領で同種をカレロフィニッシュライカと呼ぶようになり、また血統が分かれてフィニッシュスピッツとはやや異なる様子となった。ロシアの領犬としては小型だが、鳥やリス、ノウサギ、キツネ、テンなどの小型、中型の獲物だけでなく、クマ領にも使われる。外見は、 フィニッシュスピッツによく似ており、狐のように首から肩に密集した毛が生えている。この縦紙の色は、フィニッシュスピッツは、レッド単色であるが、カレロフィニッシュライカでは、ホーンやブラックも見られる。耳は立ち耳、尾は、ふさふさした薪尾である。コートの長さは、基本的に、ロングコートだが、カキは、ショートコートに変え毛する。コートは厚く密生していて、 防寒性が高い。ただし、熱がこもりやすいので牡蠣が高温になる国で飼育する。際は熱中症に注意が必要である。性格は陽気で人懐っこく、作業意欲が高く、吹雪の中であっても狩猟をやり遂げることができる。その一方で、繊細なところもあり、飼い主に罰を与えられるとすぐに元気をなくすと言われる。デズモンド・モリス著福山・秀也大木拓役。 デズモンド・モリスの研修辞典成分堂進行者2007年272ページありがとうございます。